毎度フジモンです。松吉です。今日はねツリーハウスをねさっき言うてもたツリーハウス、はい、ツリーハウス僕あの昔あれですわ、トム・ソーヤの冒険ねそうそうそう、ハックとかね、ハックね知っと知らねえ、いや名前聞いたからだけどそれ見ててあのツリーハウスに憧れてて、はい、まあある意味 DIY っすよ。そうやね。でツリーハウス憧れてんにゃーって話したら松屋さんが知っとるで、そうや、はいはい案内してもらって、はい、今もう夕方やけどね、もう暗くなっとんですけど、はい、見に来たんですよ。ツリーハウス中だ、ツリーハウスやしいやもうね、来る前に松屋さんがもうめっちゃハードル上げとくからね、びっくりすんでごっついでって。そうやね。で来てなんですけど、まあまあツリーハウスはツリーハウスやね、うん、でちょっと見ますか、来ますか、はい、はい、これね、はい、ツリーハウスですよほんまに。何の木なんやろ、こっからどれぐらい上がったの、1メーター50ぐらい上がってこの感じだね。幅2メーター2メーターぐらい、ハウスというかツリールームやね。ツリールームというかなんか木の服みたいなもんやね木のこの大木の服みたいなもんやね、うん、パンツというかそうやね。何の木なんやろね。横になんかあの誠ちゃんの絵が描いてあるんです。わっしわっし、うん、窓もついてて、はい、一応屋根もあるんですけど、屋根のまあこれ防水対策が結構まあまあ緩い感じやね。そうやね、緩い感満載やね、うんうんうん、ほんまやったら中、これこっから上がれるんかな。上がれるやんね。うん。裏側に階段ついたりしてるんかもしれないけど、ちょっと今も雑草の見放題で回る。怖いですね。うん、で、これ、登ってそこ落ちても、具合悪いんでね。具合悪いんであれなんですけど、一応持ち主さんに外からの許可だけもらって、はい、したんですけど、こんな感じのツリーハウスね。これ完全 DIY で作っとってやわね。そやに、うん、おいいっすね。ええー、ねいいでしょ、うん、外からは全然見えへんね。なんか見た目は、うん、なんかほんまツリーハウスやもんね。見た目はね、はい、うん、松屋さんがだいぶハードル上げ上げたんでね上げ上げやからね一日もう終わろうとしたからね、ちょっと疲れが溜まってもらうんすわ。いやもう一日たこ焼き焼いとうだから ね、うん、こんな感じでツリーハウス男の憧れ、憧れね、うん、どっかね近くでそういうのあったら見に行きたいな思うんで、ね、情報あったらまたコメントとか教えてください。ということで、まあ外からだけですけど、うん、こんな感じのリハースね紹介しました、はい、ぐらいかな、ね、終わろうか。終わりますか、はい、ということで今回も最後にご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー、トムソーヤの冒険懐かしいな、ハックでした。ちょっと似とる。